マリーンズの先発のマウンドに7月の24日以来48日ぶりに佐々木朗希が戻ってきました。ファームでの調整なくぶっつけ本番になった立ち上がりでしたが、立川さん印象いかがでしたか。まあ、スピード感の表示は出てたんですよね、まあ、ファール空振りがとても少なかったので、そこら辺を含めて、まあ、これからじゃないですかね。160は確かにヒットしていました。その中で2番の宗にここはうまくさばかれてベースダイレクトの当たり、ここでいきなりランナー得点圏。その後2アウトながらランナー3塁とオリックスが進めて、森友哉ここもうまく運ばれましたかね。そうですね、インコースのボールは、ね、逆方向ですから、こういうバッティングは、ね、マリーンズやっぱり見習うべきですよね。しぶとく破っていった森友哉、そしてこれが通算1000安打到達にもなりました。メモリアルな森友哉の1本でオリックスが今日は初回に先制点です。一方でオリックスの先発は佐々木朗希と同学年の宮城です。21イニング連続無失点で入ってきた今日のゲームだったんですが、初回から素晴らしい投球でしたね。そうですね、インコースのストレート、右バッターに対する良かったですね。思い切ってそこを使ってきました。初回三者凡退のスタート。2回のオリックス打線相手に佐々木朗希、ここ先頭バッターフォアボールを与えたんですが、その後抑えました。ここ友杉のフォークでもありましたね。いいプレーでしたね。佐々木朗希としても本人がなんとかここ自分の状態を探りながらというところ、この2回はランナー背負いながらではありましたが、ゼロで抑えて帰っています。ゲームは3回、球数の制限も近づいていくというところではありましたが、佐々木朗希ここはアウトカウント重ねてきます。初回2回3回とこの後の変化はどうでした。まあ多少ですね、この変化球フォークがコントロールできるようになってきたので、問題はストレートですね、やっぱりね、これからですね、まあ、本来の持ち味ではありますんでね、今日はもともと大体40球ぐらいかという報道もありましたが、今日は3回45球投げ終えたところ1失点で交代になりました。次の登板がいつになるのか、このあたりは楽しみに次の情報を待ちたいと思います。そして宮城の方はスイスイという投球が続いている中でした。2アウトからこの回自らのエラーでランナーを出します。前の回には初めてのフォアボールのランナーもありました。ここを拾いたけど本人も反省していました。ただその後しのぐところはさすがでしたね。チェンジアップですよね。バッターの内外制球抜群でした。ゲーム中盤の5回です。この回もフォアボール、それから送りバントでランナーを出して、岡がこのゲーム初めてのヒット、そしてセカンドランナーがホーム狙ってきましたが、ここタッチアウト。この場面はいかがでしたか。まあね、この流れなんで行きたかったですけどね。素晴らしい送球でしたね。レフトから素晴らしいボール、池田からの好返球でオリックスがここ無失点でしのぎます。マリーンズからすると昨日ノーヒッター、そしてようやくのヒットではありました。そしてゲーム4回以降はカスティーヨがここは引き継いでというところではありましたが、7回です、代打の西野、ここうまく運ばれましたね。そうですよね。代わって4、5、6と三者凡退を続けてきたカスティーヨがここ先頭バッターのフォアボールから代打の西野にタイムリー、この1点が大きく効きました。7回にオリックスが追加点で2対0、援護点をもらった宮城、7回は先頭のポランコ、さらには石川と連続三振、球数重ねながらもここはしっかりと抑えていきます。山口に3つ目のフォアボールこそ与えましたが、ランナー出した後安田はショートゴロ、この回もスコアボードにゼロを刻みます。ゲームは8回、代打茶谷、そして岡、マリーンズサイドもなんとか崩そうというところでしたが、結果ここ宮城崩せなかったですね。やっぱファーストさえ簡単に取られてしまうんでね、そこは課題じゃないですかね。8回115球打たれたヒットわずか2本、フォアボール3つ、無失点でマウンドを宮城が降りて、最終回はクローザーの平野、ランナーを出してポランコ期待のかかるところでしたが、空振りの三振で2アウト。ただ藤原がフォアボールを選んで一発出ればサヨナラの場面で山口、ここ立川さん、もう一度伸びなかった、ウォーニングトラックまでというところでレフトフライで打ち取られて3アウト、ゲームセット2対0でオリックスが逃げ切ってマジックを10としています。宮城が高卒4年目3回目の2桁勝利に到達、一方でマリーンズこれで4連敗になっています。結果になってしまいました。8回無失点です。
まあ、オリックス、それから阪急時代も含めると高卒3人目という形ですね。2リーグ制以降は3人目の2桁10勝到達、4年目での3回目の受賞です。放送席、そしてオリックスファンの皆さん、今日のヒーローは宮城投手です。おはようございます。8回1安打無失点、今日の投球いかがでしたでしょうか。まあ緊張しましたし、まだまだ修正できる点たくさんあると思いますので、次に向けて、もともと頑張りたいなと思います。1安打無失点ですが、まだ修正点ありますか。まあ、フォアボール3つと、自分のエラーで、苦しい状況を作ってしまいましたし、野手の皆さんの手助けで無失点できてますので、もっと自分で無視点続けられるようないい投球をしたいなと思います。今日の投球で自己評価どのくらいですか。80点です。宮城さん、これで2桁10勝になりました。これについてはいかがでしょうか。まあ、やっと、自分の中での目標、まあ、最低限ですけど、達成できましたし、あとはもっともっと勝って、チームを優勝できるように、思い切り投げていきたいです。これでこの2桁勝利が3年連続ということになりました。続けたということについてはどうですか。まあ、本当に怪我なく続けられたことは、一番だと思いますし、自分だけじゃなく周りの、まあ、監督、コーチ、スタッフ、皆さんのおかげで達成できたと思います。今日8回無失点で、これで29イニング連続無失点になりました。これだけ無失点が続いている要因というのは、宮城さん、どんなふうに分析してますか。上には上がいますし、吉信さんという素晴らしい先輩がいるので、続けられるように、そういったピッチャーになれるように、勉強したいと思います。その3歳年上の山本投手が昨日ノーヒットノーラン達成しました。宮城さんはどんな風にご覧になってましたか。いや、もう本当に願ってましたし、達成できるような人だと思いましたし、その分ちょっとプレッシャーかかってくるので、あんまり、まあ、半々ぐらいで1安打打たれて完封してくれとは思いましたけど、なんかそれを超えられたというか、すごいピッチングを見せられたのでびっくりしました。さあ、宮城さん、これで優勝へのマジックナンバーが10、そろそろ近づいてきました。リーグ3連覇に向けて最後一言お願いします。まだまだファンの応援が足りないと思います。もっともっと、力を貸してください。3連覇に向かって頑張りますので、また応援よろしくお願いします。3年連続2桁勝利、本当におめでとうございました。ありがとうございます。今日のヒーロー宮城投手でした。放送席どうぞ。ということで、高卒4年目、その3年連続で2桁勝利。